建国法略建国法略は20世紀中国のあり方を示した孫文の著作。民権諸法、孫文学説、実業計画を肯定したもので、心理建設、物質建設、社会建設の三部からなる。1919年に完成し、孫文学説として発表された。地名行疫学説とも呼ばれる。随所で行の悲観。 友もゆきを門んみかんあるいは、ちなぎょと述べられているためである。これは、従来言われてきた、地いぎょへの反論であり、革命には、上からの指導が重要であることを意味している。九百十九年五月二十日、第一巻の副題を、ちなぎょとして、上海教科書局から発行された。九百二十年に完成し、英文、t インターナショナル・デベロップメント・オブチャイナとして、 発表された。中国語版は、1921年10月10日、林くも、馬くんたけしらが訳し、公衆在住の孫文が中国語で序文を書き、六項から、なる、実業計画として発表された。港湾建設、鉄道、道路建設、再工業、河川、道路などについて述べられている。主として、中国北方の開発について述べられている。 港湾建設に関して、東山市に北方大港を築くことを提案している。鉄道に関しては次のように述べている。まず、北方大港からドロンノール県までの300マイルに伏線を敷く。そのドロンノールを起点にして、第1線は大港安嶺山脈の西を北上して、ハイラルを経由して、中国最北端のバク川までの800マイル。第2線は、 ケルレン川沿いに、ウランバートルを経由してロシア国境までの600マイルで、シベリア鉄道に接続する。第3線は、砂漠の北を西方に向かって、ウルムチに達する1600マイル。第4線は、ウルムチから、天山山無北部を西に向かって、ウルジャュまでの400マイル。第5線は、ウルムチから、天山山無南部を西に向かい、 タクラマカン砂漠の周囲を左回りにカシュガルを経由して宝丹までの1200マイル。第6線はウランバートルからキャフタまでの350マイル。第7線はウルムチから北北西の国境まで向かう600マイル。第8線は北西の国境まで向かう400マイル。地形的に無理をしない不設を原則とした合計7000マイル、あまりである。その他、植民や 運河開発について述べられている。上海を東方大港として大改造し、長江沿いの南京、武漢などの都市を発展させる計画。広州に南方大港を建設し、鉄道7000マイルを付設して周辺都市と結ぶ計画。中国全土の鉄道計画について述べられている。孫文の言う、中国にはモンゴル、新疆、チベットも含まれている。 合計6万マイルであるが、複線箇所もあるので、総距離は10万マイルになるという。上記4計画が重工業系であったのに対し、第5計画は住居生活関係の産業である。食料、衣服、建築、生活道路、出版について述べられている。原料について述べられている。鉄鋼、石炭、石油、銅、特殊金属、鉱山機械、 夜勤技術についてである。1917年に完成し、当初は民権処方として発表された。民権性についての解説で、会議運営の原則であるロバートのルールについて詳しい。孫文自身の序文によると、アメリカの女学者シャタックの著作を特に参考にしている。その著作とは、ウィメンズマニュアル・オブ・パーレメンテリーローと考えられている。 台湾の中華民国では1953年5月、孫文の民権処方原本とした思考会議規範を反布し、1965年7月には会議規範として正式に交付された。現在の台湾政府にある各種機関の議事はこれを元にした規則で運営されている。ありがとうございます。